ブラカン州にある SM スーパーモールズに出店しているペンショップの店舗ペンショップは1986年にフィリピンで創設されたファッションブランドである。ペンショップはゴールデン ABC の中核ブランドであり、フィリピンでも有数のカジュアルブランドの一つである。ペンショップは1986年に大学生の友人同士によるプロジェクトとして始まった。今日、 ペンショップは国内の小売業界において業界をリードする企業の一つである。ビサや諸島とミンダナオ島に進出した後、ペンショップは首都マニラへと進出する。1991年、SM 式北江戸座店に初のブティックを構えた。以降、ペンショップは国内の約300の店舗を持つまでに成長した。国内においてある程度の成功を収めた後、ペンショップは 海外展開の一環としてアラブ首長国連邦のドバイに初の海外店舗を構えた。さらにインドネシアの企業と提携してジャカルタにブティックを構えた。現在ペンショップはシンガポール、マレーシア、ベトナム、オーストラリアなどアジア市場の開拓を予定している。以前はニッキーギルやハートエヴァンジェリスタ、ジェリコロサレスト国内の ファッションブランドイメージモデルとして契約を結んでいた。現在国内 CM 出演契約を結んでいる俳優としてはミカエル・デイズ、ビクター・バサ、セレン・ヒューサフ、BEA ・ソリアーの秋広佐藤などがいる。ペンショップは2001年にマンディ・ムーアと国際版 CM 契約を結んでいた。2011年ペンショップはゴシップガールに出演していたエドウェストを行くと、 国際版 CM 契約を結んだ。さらに、タイの俳優マリオ・マウラーは、PR アジアと題したキャンペーンにおいて、ペンショップと国際版 CM 契約を交わした。2012年4月、ペンショップはザック、エフローンが国際版 CM 出演契約を受諾したと発表し、同年後半にフィリピンで撮影が行われた。2012年5月、アメリカ合衆国の俳優兼モデルで、 CW テレビの番組ヴァンパイアダイアリーズにおいてデーモンサルバトーレ役を務めるヤン・サマーホルダーさらにゴシップがある出演メンバーの一人であるレートン、ミースターがペンショップの国際キャンペーン、オールスターズにおいて CM に出演すると発表した。2012年10月、ペンショップはツイッターの公式アカウントにおいてイギリスの音楽グループワンダイレクションと契約を結んだと発表した。 ありがとうございます。